1000人ぐらい撮影させてもらっていると思います。全員女性ですね。18ぐらいから20代前半の年齢だと思います。自然を癒す方法だと思います。最初1年ぐらいは、結構落ち込んでたと思うんですけども、街中で声をかけて撮らせてくれる女性がいたことで悲しみがそのなくなっていったのかもしれないですね。写真を撮り始めたのが、2006年なんですけども、その撮影期間は12年間ぐらいになります。作品のタイトルは代々木パーク渋谷区東京っていうタイトルなんですけども、内容は街で出会った女性に声をかけて写真を撮らせてもらう、あとはその人がいた場所の風景ですね。最初撮った人は公園に座ってウォークマンでその音楽を聴きながらコーヒーを飲んでたんですけど、写真を撮らせてほしいっていうふうに声をかけたら、いいですよって言ってくれて、家に帰って、写真をプリントしてみると前の彼女が見せたような悲しそうな雰囲気の表情が撮れていたので綺麗だなと思った。こういうふうな表情をもうちょっと撮ってみたいなと思うんですね。この子は、東京の人じゃなかったんですけど、その場所にちょっと馴染んでないというか、そういう雰囲気がいいかなと思って、この子は最初下北沢撮らせてくれなかったんですね。その後、この子から連絡が来て、で代々木公園で撮らせてもらった。あとこの子は、写真にも結構興味があるような感じだったので、結構フィルム1本分ぐらい撮らせてもらってて、この1個前が結構笑ってる表情だったんですね。これから笑ってる表情を撮るかもしれないですね。ほとんどそうですね、待つが多いと思いますね。結構断られることも多くて、半分以上は断られてるんじゃないかなと思うんですけど、最初の頃は2人ぐらい撮れたらいいなと思って行ってましたけど、結構1人も撮れないで帰ってくることがもう多かったですね。黒髪だったりとか、目が大きい方とか、スニーカーとか、あまり化粧をしていない人が多いですね。優しそうな人に声をかけているかもしれない。人に見せた時に、60点とか70点ぐらいの女の子だねみたいなことをなんかこう言われてしまったことはありますね。地味な服装だからかもしれないですね。僕はすごい綺麗な人だと思うんですけど、皆さん。カラーですね、これは。家の暗室でプリントしてます。カラープリントは全部自分でしています。結構そのカラープリントだと、その色を合わせるのが結構大変で、その色とか、あと明るさもそうなんですけど、そういうのがちゃんと合ってるかどうかとか、すごい不安なんですけど、ちゃんと出てるかっていうのを見ていますね。1時間ぐらいテストしながらして、1枚の写真が完成して、次の他の写真をプリントし始めるんですけど、その10年間ぐらい、東京の女性を撮っているんですけど、最初は失恋したので、そういうのを癒すために撮っていたのかもしれないです。別にその記録的なことを狙ってやり始めたわけでもないですし、そういう人類学とかそういうことも全く思ってないですし、今も何かしら落ち込むようなことがあって、それで撮らせてもらうことによって癒されていることが多いんだと思います。